先に指揮者を抑えるために投入される。働きが優秀ならば敵艦の破壊に移ることが許されるだろう。はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。キャピタルシプリマシーキャッシークやっていきましょう。まあ、明日ね8月のアップデートが来ますけれども、ここでねキャピタルシプリマシーに少し抵抗入れが入るようなので、このまあ明日ならないと今の現行ルールですけど、この旧ルールに、ね、なると思われるこちら旧キャピタルシプリマシーを最後にやっていきたいと思います。まあ、どうやらね侵入フェーズが時間制限ですね、時間制限になるようなので、まあ、そうなるとここも人数ではなく、おそらくあのソロモード、ソロの大規模戦闘モードと同じようにパーセンテージ表記になりそうな気がしますね。で、できることなれば、できるのであればこうスピードね、制圧のスピードを 75% くらいこう短くしてほしいかな。若干ね地上フェーズが間延びする傾向にどうしてもありますので、そこをついでに修正していただくとちょうどいいバランスになりそうな気がしますけれども、我が軍が指揮所の制圧を完了。どんなもんですかね。地上フェーズはおそらくそれくらいしか変更点はなさそうな。何かに追われてるか。ターゲット追われているね。後ろに2枚ほどいるじゃないか。あ、 CPU か。 CPU っぽいね。 CPU なのか。そうだね、 CPU だね。違う違う、そんな関係ないところで戦っちゃダメだ。ごいごいごい、制圧制圧。これはね以前にもって相当前の話だと思いますけど、こうじゅんぐりじゅんぐり、なんか一箇所を守るのではなく、次々とね新しいところをやっていくのが基本スタンスとなりますから、どんどんね新しい場所に、なんか一瞬いたような気がしたんだけど、おお、ひょっひょっ、ピン守ってる感じか。守ってる感じですか。なんか囲まれてない、この位置。この位置まずいな。この位置まずいまずい。危ない。囲まれておる。この位置囲まれておる。逃がして。B に向かいたいんだけど、さすがに B を守ってるんだよね。いるね。ちょ、またたたたたた。近寄れん、近寄れん。近寄れん、B に。B に近寄れん。B に近寄れませんね。ドロイデカも出しますか。どこで誰がどう仕掛けてくるかが来ないか。どこでみんな小競り合いをしてるんだ。その辺はいるよね。ただあれかもわからんからな。クローンが指揮所の制圧に着手した。向こう取られたね。指揮所が一つ失われた。危なっ。それ痛いな。逃げれるかな。なかなか回復始まらないもんね。いていていて、打ち負けんの。スクランブルインフルテーショントレーションに打ち負けんの。切な。俺のドロイデカ切な。もうちょっと近寄って打った方が良かったか。あんまり遠くからはそんな強くないよね。を助けに行きたいところだが、そこら辺結構いるよね。え、出た。この無人の RT が撃ち続けるっていうのもアップデート直してほしいところですね。何がおる。
ここ何がいる。 OK です、倒しました。敵が指揮所の確保を進めている。久しぶりだな、でもこれ遠くだな。我々は指揮所を手に入れたぞ。お、 C を取られた。 C はあんまりこだわって戦うにはいい場所ではないんだけども、あんまりこだわって戦う場所にはいい場所ではないけれど、参りましょうか。ちょっと待った、ちょっと早く、いて構想中、上にいるな。敵が指揮所の制圧を開始。危ない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 。ドロイデカ久しぶりに使った、下手くそ下手くそだな。私のドロイデカ下手くそだな。確保中だよね。はい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 、くるくるしましょうか。また A に向かいましょう。あんま C に、うわー、近い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 、めっちゃ近い。あそこにもいるのか。ドロイデカコロコロ、ここはやっぱスピーダーとかね、ビークル強いですから、ビークルを綺麗にね、使っていくと全然スピードが出てない。全然スピード出てないよ。多いな、CPU。痛い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 。危ない危ねえ、だいぶ反撃してきてるんで。うわ、なんかやばいのおるやん。ドロイド軍が指揮所を喪失。さすがに多勢に無勢なんで逃げていきますよね。まずいね。そろそろ敵は本気を出してきたよ。ドロイド軍の指揮所が失われた。争奪中のままか。もうちょい誰かが来てほしいところではあるが、敵の位置がわからん敵の位置がわからんぞ。どこに誰がいる、誰か、え、どっかに隠れてんのこれ。探しづらい。クローンが指揮所の占領を開始した。誰もリスしてくれる気配はないか。上か。なるほど。いた。いた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 。上か。わかんねえな。これすげえロースコアペースで進んでるけど。いや、人数が少ないわけでもないんだ。どこにいるかわかんなかったね。あの上でも。結構判定出るんだね。どこまでか確認してみようかな。ここら辺も入ってるってこと？ででで。ここら辺も入ってんのか。いまいちこう B って来ないからわかんないな。まあ、あんま B にこだわってる必要ないんだよな。A 行こう。特にね、あの室内拠点はああやって奪い合いが起きたときに。非常に分かりづらいんで、できればこういう分かりやすいポイントをさっさと押さえちゃった方が、どこだ？おお、なんか後ろからも撃たれてるぞ。 CPU だよなあれ。意外と CPU 的確な射撃をしてくるからな。
はい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 。我が軍が指揮所の確保を終えた。うわ、めっちゃいる。やめて。ちょっと一旦落ち着こう。一旦落ち着こうよ。CPU 一旦落ち着こうよ。そしてここの部分はどうなるのかね。その、おお。乗ったら乗ったで、あ、まだ終わってないのか。乗ったら乗ったで、ね。共和国軍が指揮所を制圧。痛い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 。どこに何がいますか。そう、この最後ね、輸送船に乗った時にはあれ 秒数っていうか、その時間が増えるようになるのかな。外した外していく。そう、結構危ないんだよな。見通しがいい上に開けてるからしっかり打ち込まれる可能性がありますね。我々の指揮所が失われた。あらまあ、あれは人だね。いいか。今、サスンシール展開してるのは人でしょ、あれ。あれ、この辺にいなかった？いたいた。クローンが指揮所の制圧に着手した。いてて。まずいな。 D か E を取りに行かないとまずいぞ。これは D 行きますか。うわー、結構いた。どっちに行こうかな。あ、目標クリアになってる。久しぶりにやるキャピタルの俺のしょぼさよ。久しぶりにやるキャピタルの俺のしょぼさ。なんかいるな。そう、この乗り込んだ時にはあれかね、秒数というか分数が増えるようになるんですかね。あの次の侵入フェーズの。あれ、その辺にいなかった。撃たれるね。CPU だったわ。輸送船にたどり着け。CPU でしたね。あんまここでカリカリしてるの意味はないよね。本当は。あ、乗り遅れた。乗り遅れました。はい、ということで。多分陳情フェーズ地上フェーズはこの100人っていうのが 100% っていうのがあって、まあ、乗ってなんだろう、ボーナスはどうなるのかな。 BP のボーナスになるのか、秒数のボーナスになるのか。でここね、侵入フェーズは現行はね、オーバーライドと爆弾設置になってますけれども、ひょっとするとここもオーバーライドではなく、おそらくまあコマンドポストって書いてあったんで、指揮所が2つ設置されてて制圧するという動きになりそうですね。そう、それに伴って、まあ、両方ともおそらく侵入フェーズ、地上フェーズともにあの指揮所を制圧する形になるので、分隊リスポーンですね、分隊リスポーンシステムも変わってくると。この指揮所から直接リスポーンするタイプと、今までの分隊リスポーンと、いてててて、すげえ飛び方してったな。分隊リスポーンと分かれるという形になりそうですね。で、ここも、まあ、ちょっとね、あの、私の英語力が低いというのもありますけれども、フォーラムの感じだと、あれが分かんないんですよね。びっくりした。ああ、やばいやばいやばい。
フォーラムの感じだと、この終わった後ですね、この二部構成になっている、最初のオーバーライドではなく制圧か。制圧がこう、コマンドポストの制圧が終わった後、指揮所の制圧が終わった後に、そう、ジェネレーター攻撃できるみたいな感じで、どっから来るんだ？どっから来ますか？上にいるのか？トランドーシャンは誰も彼も一緒だ。もう終わっているのか。そう、この後が、その攻撃できるみたいな表記になってるんですよね。攻撃できるが、この爆弾を設置して破壊できますよっていうことを言っているのか、いるの？いるのか？言っているのか、まあ、それともね、あの、クレイトのように、ジェネレーターに向かって直接ね、ブラスターを打ち込むことで、いるね。こっち側から行かない方がいいな。早いな。なんか別のアクセスルートもあったよね。よっと。怖いな、これコーナリングが。コーナリングがあんまり得意ではないんですよ。こんな感じで爆弾を設置して破壊するのが、こういう直接打ち込む感じになるんですかね。ここら辺はちょっとわかんない。やばい、すげえ来たんだけど。すげえ来たんだけど、俺しかご覧パターンじゃないこれ。助けてー助けてー助けてー、これも、僕一人では無理だよ。僕一人では無理だよ。どこ行っちゃったんだ、みんな。みんなどこ行っちゃったんだよ。バリアが出るまで遅い。ベータいけないかな。いけなそうね。来ますか、グリーバス。痛い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 。きついな。さすがにきついな。置いている。さすがに、ちょっとロケットドロイドにしますか。あまりに何もない動画になっちゃうぞ、これ。まあ、だいぶ味方強いんで、こんなまったりモードでも、まったりお話ししながらできちゃってるのが、まあ、ラッキーなんだか、全く活躍してないんであれなんですけども。まあ、これもだいぶね、変わると思うんで、やっぱりね、気軽にやるには若干あれが厳しいところがあるじゃないですか。あの時間ね、プレイ時間が長いんで、まあ、長く遊びたい人には全然いいんですけれども、長く遊びたい人には全然いいんですけれども、ちょっとねキャピタルやりたいなっていう人には少しね時間が長すぎるというのがこのモードの問題でもあったんで、まあ、テンポアップはするもののキャピタルの良さを残したままっていう感じのねゲーム性になっていただけると非常にねありがたいんじゃないでしょうか。うわ、すげえポーズ取ってんな。はい、ということで、まさかのね無編集でいけるというね。スコアボード6位か。もうちょっと頑張ればよかったな。なら、いや別に頑張ってないわけじゃないんだけれども。そうね、もうちょっと張り切ってもよかったかな。っていう気はしますが。ぜひね、まだもうちょっとおそらく動画、この動画公開されてからもう少しはね、アップデまで時間ありますので、ぜひ、旧システムのキャピタルシュプリマシー、皆さんも最後に遊んでみてください。というわけで今回はここまで。ではまた次回。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。